辛いね。うん。大丈夫？そう。いや。おちち？おちち組み立った。あ、ふうふうすれば大丈夫だ。ふうふうして。大丈夫？どう？あ、美味しいね。お醤油も。お刺身食べたかった。美味しそうだね。あちち組み立った。なんか言わなくなっちゃった。じゃない。リリアだってご飯とタイ食べるの。お寿司は食べてるけど。なんでこんなにするんだ。このさ、わさびさ、このわさび全然溶けなくない？あ、やば。何をしてるんだろう。嫌だ、すごい。どうしよう。醤油こぼしちゃったわ。そう。いや、ちょっとやばいわ。醤油こぼすと目が痒くなっちゃう。美味しそうすぎ。美味しい？どうぞ。
美味しい。今美味しいだろうね。結構なんかアサリじゃないけどアサリみたいなそういう味する。うん。美味しいね。フィッシュも食べない。なんでこんな美味しいの？ねえねえ、赤ちゃんってみんなこうやってお腹膨れてる？膨れてる。あ、みんな？カエルみたいな、ね。真っ赤だね。ね。やっぱ痛いのかな？お腹？あ、いやいや。お尻？そうそうそう。赤いよね。赤いと痛いってことやっぱり。わからない。でもちょっとお腹すごいカエルみたい。え、だからカエルみたいだからさ。なんかこの辺が赤いよね。やっぱほら。きつい？もしかして。きつい？きつくしすぎてるかな。これきついと思う。わかんないけどリロ結構1よりさあれやっちゃってるからきついのかなって何回も思ったことあったんだよね。そんなことはない。きついじゃなくて蒸れちゃってるのかな。そういうこと違うのかな。あ、なんかでも蒸れてたよやっぱり。いやそれぐらいだったら平気だろうけどさ、今 3S 使ってんじゃん、うん、それ 3S じゃないけどさ、うん、3S だと結構さもしかして1までなんか気持ち悪くてね。気持ち悪い確かに見た、ね、ブツブツでブツブツっていうかその白いあれがこう鱗みたくさ。あ、そうなの？それ乳児湿なの？乳児湿だよ。へえ。でさオリーブオイルとか、うん、ああいうのを塗っとくと取れるんだけど。オリーブオイルじゃないでしょ。オリーブオイル。じゃさこの間もオリーブオイル塗ろっかとか言ってたよね。オリまあオリーブオイル塗ってる人もいるだろうからね。ベビーオイルとかで浸しとくと。その時代からベビーオイルってあったんだ。浮いてくるの？浮いてくる。だから柔らかくなってこうやって取ると取れるんだよね、それ知らなくて最初。え、髪ベタベタになるね。でもそうだね。だから洗髪っていうかお風呂入る前に。あ、なに、そうなんだ。そんな短期間、短時間なの？結構取れるね。へえ。すごくなんだろうけど、なんかさ、ズミちゃんさ、なんかでも涼しそうになったんじゃない。ちょっとちょうどよくなったね。ね、なんか顔も赤くなくなったね。よかった。起きた。
2歳半の娘は寝ました。なんかね、風邪ひいてるんだよね、2人ともね、かわいそうに。まだまだちっちゃいんだけどね。うすごい過去。え、やばくない？何それ。ウケる、ゾッとするね、それ。やばいね。どうしようこれ。でももう授乳してる服じゃないわ、マタニティの服とかもいらないじゃん。なんでさ、産後にこんなにぐちゃぐちゃになってんの、本当にやばくない？いや、3000まだマシになってたんだよ。それ上に持ってくやつね。やばいな、これちょっと。もうあのいっぱい入ってんだよ、パジャマとか。そうでしょう。かわいそすぎる。ママ、ジジ。うん、大丈夫。うん、おいしいよ。今日公園行ってきたんでしょ、ももちゃん。楽しかった？うん、おいしい。マミ、ガチョ。うん？キャベツ？キャベツ好きなの？あれ、あっちの麺やの？味ある麺にしたらいいの？食べてるよ、まだ。Mm-hmm.